岡田准一が主演する映画『ヘルドッグス』より、岡田准一演じる、元警官、金高翔吾が潜入することになる、ヤクザ組織、東商会の7代目会長である十明を演じた、雅の新場面写真4点が解禁された。本作は、岡田と原田雅人監督が、関ヶ原、萌代剣に続き3作品目のタッグを組み作り上げた、究極のノンストップクライムエンターテイメント映画。 本作で宮尾演じる重手は、異例の人事で組長に就任した若きトップ。日本、アジアで勢力を伸ばすインテリアクザであり、華奢に見えて高い戦闘力を持つ。美しく、知的で、ミステリアスな魅力を放つ重手は、その見た目だけでなく生活スタイルも洗練されたもの。規則正しい毎日を過ごし、趣味は、美術館巡り、常に、 スタイリッシュなスーツを着こなし指紋を残さないための手袋が欠かせないまるで超一流のビジネスマンのような日々の中で関東最大のヤクザ組織東商会に集うも佐ドもを率いている金高の潜入ミッションの目的は住所が持つある秘密ファイルを奪うことこの超危険な任務を成功させるためにはどうしても避けて通れない最重要人物だ そんな従主の護衛に抜擢された亀高は従主からも少しずつ信頼されるようになっていくが二人の間には常に信頼と疑惑が渦巻き真実と過去を探り合う愛とも憎しみとも呼べる複雑な心情が絡み合う従主役を演じた宮城は本作の魅力を映画のストーリーの中でいろんな形の愛の美しさが存在していて そこに僕はすごく惹かれたし魅力を感じましたねと話しまた住主役を演じる上で実はずっとマニキュアしてます手袋で見えないけど首元にもワンポイントでタトゥーがあったりと細かなこだわりが隠されていることを明かしているさらに原作はかなり描写が激しいと語っているがそこに原田監督の独特なアート的な視点が加わっていて絵の切り取り方 いろんなものの引用の仕方が独特ですごい一緒にやらせてもらっていろいろと勉強になりましたしとても面白かったですと原田監督の手腕と充実していた撮影を振り返っている今回到着した場面写真でもどこか決意を秘めた眼差しで兼ねたかと向き合う意味深な場面写真や赤い光に包まれた空間で祈りを捧げる怪しげな儀式を行う様子 趣味である美術館巡りに興じている姿など、一般的なヤクザのイメージからは、かけ離れた、ミステリアスな魅力が満載の様子が切り取られている。美しいだけではない、闇に秘めた、何かを隠し持つ重視という男の謎は深まるばかりだ。